スピンナー。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第19回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはたい焼きの話と見せかけて排気口の話もするです。はい、なんのこっちゃで申し訳ないんですけれども、今日はですね、私の大好きなたい焼きの話と私の大好きな排気口の匂いについてお話ししていきたいと思います。つながっていないようでつながっているので、皆さんどうか不審な気持ちにならないで聞いていただけたらと思います。たい焼きね、たい焼き、皆さんたい焼き食べてますか？意外と食べる機会ない気もするんですけど、デパ地下とかで、あ、たい焼き屋さんかなと思って近づいたら今川焼き屋さんだったりとかして、クットラップみたいなことを思うことが多いんですけど、私は子供の頃すごく好きだったたい焼き屋さんが恵比寿の高島屋のデパ地下に入っていて、そこにね、あんチョコたい焼きっていうのがあったんですよ。甘いあんこと一緒にビターチョコレートがたっぷり入ってて、そのあんこの甘くて飽きちゃうなってところで苦味と深みのあるビターチョコレートが寄り添うっていう展開で、まあ、今だとね、トラヤさんとかでも小豆とカカオのフォンダンみたいなお菓子もありますけど、本当にアンチョコはね、あれは良かったよ、もっと普及してもいい名カップルだなって思うんですけど、あれ以来出会ってなくて、皆さんアンチョコたい焼きもし目撃されたらぜひお知らせしてください。私食べに行きますんで。でもたい焼きってなんか不思議ですよね。なんでたいの形してるのかっていうのを調べてみたんですけど、ルーツは明治時代だそうで、東京で商人をなさっていた神戸誠二郎さんという男性が発明したそうです。彼は今川焼き屋を最初始めたらしいんですけど、全然売れなくて、亀の形の亀焼きっていうのを今度やったらしいんですけど、それも売れなくて、まあ、結構崖っぷちで再起をかけて、こう日本人の大好きかつ高級で手の届きづらいタイの姿、めでたいタイの姿のたい焼きにしたところ、飛ぶように売れたということで、これ今だったら情熱大陸とか出てもおかしくない奮闘記だなと思うんですけど、まあ、その高級なタイが庶民的なお菓子で大ブレイクみたいなことで言うと、今で言うと例えば何なんですかね、なんか松茸とかかな、なんか松茸の形のランチパックとかってことかな売れるかな、なんか全然売れなさそうなんですけどまあ本当に神戸さんはビジネスセンスがあったんだなっていうふうに思いますけどね。でその神戸さんが作ったお店っていうのが現在も存在してまして、それが東京麻布十番のなにわ屋総本店っていうところなんですけど、私もすごいここ好きで、お店にですね、焼きそばもあるんですよ。しかも具が揚げ玉とキャベツだけのちょっと貧乏系のやつで、めっちゃ美味しいんですよ。あれほんとね、焼きそばとたい焼きっていう最高のセットでいきたいなっていうところですね。でそのなにわ屋総本店と人形町の柳屋さんっていうところと四ツ谷の若葉さんっていうところ、3つ合わせてたい焼き東京御三家っていうふうに言われておりまして、私はもう特にですね、たい焼きに関しては人形町の柳屋さんを単押し同担拒否っていう感じなんですけど、柳屋さんね、連日かなりの行列のできる人気店なんですが、これなんでそんな並ぶかっていうと、たい焼きを一応一応専用の機械で焼き上げていく昔ながらの製法をやってるんですよね。たい焼き用語で言うと天然物って言うんですけど、その天然物に対して養殖物っていうのもあって、それはいわゆる5連でこうドンって一気に焼き上げちゃう効率重視のやつですよね。
まあ、一応ずつ焼くと時間かかるし専門技術も必要だし面倒なんですけど、その代わりめちゃめちゃ美味しいっていうので柳屋さんは天然物でやってらっしゃると。で今日はですね、なんと人形町から柳屋のたい焼きさんがいらしていただいてます。こう六本木なんてハイカラなところは肌に合わねえみたいな素振りでいらっしゃいますけど、人形町をレペゼンして来てくださったということで、あーこんにちはあーかっこいい、あもう冷めてるのにめちゃくちゃいい匂い、あなんかこうたい焼きを前にするとあざすお願いしますみたいな、なんかちょっと硬派な気分になるね。これなんか改めて見るとすごいしかめ面なんだね、柳屋のたい焼き屋さんは。あの口角めっちゃ下がってて、あのかっこいいです。やっぱり硬派な江戸っ子な感じがしていいですね。いやいただきたいと思います。ありがとうございます。私は尻尾から行く派です。うんうんうん、これこれ、このバリバリ感伝わってます？この皮の香ばしさとバリバリ感すごいですね。これ結構ちょっと時間経っても全然なんか現役や拙者現役っすっていう感じが伝わってきて、いやめちゃめちゃ美味しいですね。このやっぱり香ばしさって他のお店にはないんだよな。もうねお店からして匂いが違うんですよ。こう一応一応強火でこうリズムからに焼き上げていくんで、もう皮の端がガリッと焦げて、でね焦げたところね、焦げすぎたらハサミでカットしていくんですけどね、もう店内から店外にかけてその焦げた香ばしい匂いが広がっててね、私いつも柳屋さんに行くとなんかちょっと線香花火の切なさを思い出すというか、それくらい香ばしい香りが漂ってて、ほんとねあの匂いだけで店の場所分かりますよ。ほんと Google マップいらないくらい強烈な匂いがしております。で柳屋さんのたい焼き、それはもう単体で素晴らしいんですけど、あの道挟んで向かい側にですねお茶屋さんがありまして、そのお茶屋さんまで移動してその前で尻尾から頬張ると、それがもう格別の美味しさになるんですよ。こうなんですね、お茶屋さんが店頭でお茶を焙煎していってですね、そのお茶の焙煎香が黙々と充満する中で、こう何食わぬ顔でその香りを吸い込みながら焦げた尻尾を頬張ると、もう香ばしさが2倍10倍みたいな感じで膨れ上がっていって、もうあんこの甘さもシックに引き立つっていうわけでですね、私はその一連の行為をフリーライドお茶会って呼んでるんですけど、あまりの完璧さに恍惚としてしまうっていう、まあ、お茶屋さんからしたらやたら店の前でふわふわうろうろしてるやばい人だなっていうふうに思われていると思うんですけど、でねやっとタイトルの話になるんですけど、私お店が発してる匂いにやたら関心がありまして、特にねこうレストランについてるこう素敵な排気口に出会うと相当嬉しくなってしまうタイプといいますか、例えばなんですけど渋谷の名酒場でアヒルストアってお店があるんですが、昔その近所に住んでたんですね。でまあ人気店なんでなかなか近所でもあんまり入れないんですけど、ちょうどお店が角地に立ってるので店の裏の排気口の匂いを嗅ぐことができたんですよ。でですね、店には一銭も支払わず私はその匂いだけ借りてですね、今日のスープドパーソンはクミンが効いてるなみたいなことを思いながらコンビニのチーズフランスとかかじって嗅ぎ逃げするっていうマリアージュを実践したこともあるんですけれども、本当にその説はすいませんでした。一応あのご店主にはそういうことをしたことがあるとは伝えているので、あの一応許していただいてはいるわけなんですが、まあ、昼に限らず私街で見つけたいい排気口ですね、結構コレクションしておりまして、例えば今ちょっとなくなっちゃったんですけどすき家赤坂6丁目店、これねとてもいいポジションに排気口が備え付けられております。ある時空腹でねイライラしながら赤坂の街歩いていたところ、ふっと牛肉を甘く醤油で煮た絵も言われぬ食欲の香りに遭遇しまして、なんじゃと思って顔を上げると目の前にすき家の排気口がありましたすき家最高、すき家への愛が私の中で最高潮に達した瞬間でしたね。あとね二子玉川のツバメグリル、あれもいい位置に排気口がありまして、しかもね今の時期ジャスミンの花が咲くんですよ。でね春はねそのジャスミンの香りとハンバーグの入り混じるね、なんかこう美女と野獣みたいなコンビネーションの香りがして本当最高ですね。
あとね、大福御三家って言われてる泉岳寺に松島屋さんっていうところがあるんですけど、そこの排気口もすごい甘いあんこの香りがしてめちゃくちゃ癒されます。ぜひ皆さん町の素敵な排気口を見つけたら教えてください。私が鍵に行きます。そして排気口コレクションを増やしたいと思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今日はたい焼きからの排気口の話をしていたら、まあそろそろ終わりにも近づいてきたんですが、最後にもう一つだけたい焼き界のニューフェイス紹介したいなと思って、今日私も初めましてなんですけどスタジオに来ていただきました。六本木のおよげさんです。お願いします。わー、あ、なんか箱からしてめちゃくちゃアートディレクション効いてますね。ありがとうございます。あ、すごい、なんかめっちゃハッシュタグが入ってて、なんかいい感じのスタートアップ味が。ハッシュタグ俺たちだって焼かれたい、ハッシュタグタイじゃなくてもいいじゃんって書いてあるんですけど、実はですねこのおよげさん、タイのないタイ焼き屋さんということで名を馳せておりまして、文字通りタイ焼きではなくその代わりに別のお魚たちが入っているということで、ちょっと箱を開けたいと思います。きゃー、嬉しい、初めてってワクワクするね。なんかいい匂いがしてる。開けます。きゃー、なにこれ、アサリのタイ焼きだ。イワシとアジとアサリのたい焼きだそうです。めっちゃ地味な組み合わせで最高ですね。あ、なるほどね、そう、たい焼きみたいな派手なやつじゃなくて、この地味なイワシとかアジとかアサリだけど個性を大事にしていこうっていうなんか思いが込められているらしいですけど、その中に入っているのはなんと、定番がつぶあんクリームチーズ、季節物でずんだピスタチオということで、うわー、なんか外見地味だぜみたいな見た目で実は内面めっちゃおしゃれみたいな、ちょ、これあざとかわいいたい焼き屋さんですね。泳げ、食べてみたいと思います。いただきます。うん、あ、あんことクリームチーズ合うね。やっぱそのあんこの甘ったるい感じをスパッて切ってくれるね、クリームチーズの爽やかさが。わあ、これ美味しいな。この組み合わせ気づいた時多分店主嬉しかったと思うしかもこれ生地がめちゃくちゃ美味しい。なんかね、ちょっとこうフィナンシェとかなんだろう、でも人形焼きみたいな感じもあって、なんかちょっと洋菓子っぽさから、あ、アーモンドプードルが入ってるのかな、なるほどな。すごい、全然ね和じゃないですよ、洋菓子と和菓子のいいとこ取るみたいな感じ。うわ、美味しいな。てかさ、なんかこれすごい、そのイワシとアジとアサリがさ3匹さ揃ってこうなんか箱の中に入ってるんですけど、絶対この3匹さなんか天下取るための談合してるよねっていう雰囲気っていうかさ、もうたい焼きさんの時代は終わりっすよねみたいな、これから俺たち個性の時代っすみたいな雰囲気がねなんか伝わってくる感じがするんですけど、恐ろしいですね。いや、でもめちゃくちゃ美味しいです。やっぱなんか生地の洋菓子感とさ、あんことクリームチーズ、なんか色気あるよね。なんかさっき食べた柳屋さんがめっちゃ男前みたいなのが際立つくらい色気ある。ちょっとずるい、危ないですねこれ、本当に天下取っちゃうんじゃないのかあ、でもこれ手土産にもすごいいいかもですね。パッケージもすごい可愛いからなんか盛り上がりそう。いやー、いいとこついてくるな。いや、でもたい焼きもいろんな進化があって楽しいですね。なんかそれこそクロワッサンたい焼きとかさ、あと京都のねふかっていう私の大好きなおふ屋さんでたい焼きふっていうおふでできたたい焼きとかもあったりして、あれもめっちゃ美味しくて、しかもあれ全国でお取り寄せできるんですけど、あ、今度お取り寄せしてみようかなってお店で食べたのがあまりに美味しかったので思ってたりします。というわけで伝統と革新のたい焼きにいろいろ出会ってまいりましたが、これからもたい焼きの世界いろいろ楽しんでいきたいなと思います。それでは
アジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。